いろんなスケールは全部覚えてます？もう。ニキオーケーではないですね。いやいや、例えば、はい、ドリアなんつったら分かります？ドリア分かります。んで吹けます？ドリアンで昨日なんかやった、ソーワッツとか、うんうんうん、リマイナドリアンとか、ね、どういう風にやるんですか？ちょっと。どういったソロやっていいかわからないので、うん、まだ研究中ですけど。みたいにやってましたよ。なるほど。今つい吹いてたのが、あ、それ、あ、なんで、あ、そっちです。はい。これスロートいくつで吹いてるんだろう。このスロートくらいがいいんですよね。はい。3.65 あるのかな。これちょっと大きいからちょっと軽く小さくしとこうか。あ、はい、ね、一回吹いてみて 3.66 なら多分あなたの息の入れ方だったら大丈夫だと思うんで 3.66 で一回開けておきます。標準サイズでね、うん、体格とマウスピースって関係します？いや、僕が思うには、はい、そのなんつうんだろうね、音響工学、はい、だからある程度の息はこっちで調節できるじゃないですか。息の量っていうのは人間がね、調節できるから、はい、なんていうかスロートサイズとはだから加減をすればいいんですよね。やっぱり一番なりやすいところが僕はあると思いますよ。はい、なんか人によってはそのヨガの呼吸法とか、まあまあもちろん、うん、体の膨らまし方、口の膨らまし方いろいろあるんですけど、はい、あれはなんかどうも不自然な感じは若干するんですよね。多分悪いものはないと僕は思いますよ、はい、そういうものの中でね、はい、悪いものはない、絶対にそういうことを勉強すれば僕はいいと思いますよ、はい、ただそれをヨガはそのままそのままラッパではちょっと通用しないですもんね、いくらなんでも、まあそうですね、いろんなことありますから、はい、だからそこをうまくやればヨガが悪いっていうことは僕は絶対ないと思うよね。はい、息を取り方とかこう体の作り方とか、はい、僕後で名刺あげますから、はい、ちょっと感想聞かせてくださいよ。わかりました、うん、ありがとうございます、うんうん、時間がもう来ちゃいましたんで、はい、で、まあ、もうちょっといいですよ、あと一吹き、あとどっかここ借りれますから、はい、借りてちょっと練習してください、はい、そしてまだ途中で休憩時間にもうちょっと穴を聞くとかっていうのができますから、あ、はい、どっかで借りて吹いてください、はい、それじゃあお店の方に僕話しておきますから、はい、そうですね、しばらく吹き比べてみて、そうですね、はい、うん、まあそれは買っていただくことになりますけど、そうです、すいません、はい、削っちゃったんで大丈夫です。えぐりっていうのを結構あるって聞いたんですけど、それは ついてるんですよ、このモデルはついてる、ついてます、はい、うん、それはないですよ、ここ7D はないですよ、ないですよね、はい、結構つるんとしてますもんね、ここが、はい、だから高い音出すと瞬間出しやすいんですけど、
絶対に出しやすいんですよ、はい、ここはない方がね、はい、だけど低い音で今度口がぶつかっちゃうもんだからどんどん外しちゃうんですよね、こうやって逃げよう逃げようとしちゃうんですよ、はい、そのまま出したまま出したいんですけど低い音で逃げるからね、はい、分かりますよね、はい、うん、だからそれだと多分いろんなアメリカ人に合うと思うんだよね、向こうの人のこういう話したりはね、はい、うん、日本人だと結構滑ったり。